一生に一度あるかないかだし、この子供にも絶対見せたいと思ってたんですけど、ただそれでもし行って何かね、悪影響になるんだったらやめた方がいいかなとは思いますけど、でもできるんであればやって見せたいので。日本がもし仮にコロナで大丈夫だよってなってしても、外国から来る人にコロナがたくさんいたら日本でまた流行るかもしれないし、で日本で流行ってまた戻っていった人が、コロナにかかった人たちが戻っていってしまって、その自分の国でまた流行るみたいになったら困るかな。延期だったら、まあ、1年後にまた楽しみが個人的にはあるのでいいかなと思うんですけど、まあ、中止になっちゃったら本当に残念ですよね。